ライはトゥルあなたは信じる千葉なり転がる都市伝説障害者どうも小脇です。アンバサダー東江です。はい、皆さんは発売を楽しみにしたゲームってありますか？ポケモン剣盾。ポケモンシリーズは毎回楽しみや。毎回楽しみや。そう、おお、まあ俺らといったらポケモンのね、サンムーンの時に一悶着あったやんか。もうほんまにコウと流鵬ハラスメントを受けたことですね当時ね、仕事がちょっと忙しくて それが片付くまではあのやっちゃダメだよってゲーム取り上げたの俺ね。ひどいよねこれ、プライベートを管理するしかあれもう一人の同僚のせいでそれになったからめちゃくちゃ怒ってたよ。怒る怒る。例えば2020年発売されたものだと、はい、動物の森がもう人気すごかったよね。ぶつ森ね、やっぱコロナ禍もあってね、みんなね、あの島に引きこもりに行くという。そう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 、そうそうそう。間違いなく今年の後半は鬼滅で、前半は道盛りやったんちゃうかと思うねんけどな。え、ポケカもあったよ。まあ、ポケカ別にずっと流行ってるからああ、なるほど。そう、今回の舞台は無人島ということで、はい、かなり自由に島を作り変えることもと話題になった、ね、そうよ、みんなこうやって島クリエイトしてたよ。コロナの影響もあるのがまあ大ヒットということ、うん、流行語大賞にあつ森が入ったりとか、うん、すごい今人気だったわけですけども。そうですね、小さい子供から大人まで、はい、夢中になったゲームと言えるんじゃないでしょうか。そう、言えますでしょう、はい、他には今年話題になったゲーム何があります？原神ですか。あと、さくな姫、米作るやつ。あ、確かになったね。そう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 。いや、なったけど、ちょっとそれは最近のゲームじゃん。こちら知ってます？桃太郎電鉄。パッパッパッパー、パッパッパッパー。ははい、こちら今年の11月に発売されて今もヒットを続けてます桃太郎電鉄なんですけども、発売を楽しみにしたよっていう人もまあ多いんじゃないでしょうか、はい、日本全国の物件を購入して資産を増やしていくというまあスゴロクゲームなんですね。最近なんか実写で話題になりましたよね。なったなったなった。そうそう、他にも2020年たくさんゲーム作品がまあ出たんだけども、はい、出る作品もあれば消える作品もある。え、まあ、桃鉄も一回消えかけたからね。そうそう、うん、そういうことをちょっと取り扱いたいんだけど、はい、人気が出なかったから続編が作られなかったこともまあ悲しかったことですが、はい、突然幻のように消えてしまったゲームというのも存在するんですよいっぱいあるやろね。めっちゃ笑うやん魔法使いの夜とかね。いや、ほんまなんか闇に葬りされた系ほんま好きやな自分なちょ、なんならさ、あの権利元が行方不明になったゲームとかある、まとめれるの俺。そうそうそうというわけで今回は発売中止になった幻のゲーム特集。まず一つ目、はい、ファンが10年も待ち続けていた待望の続編。なんだ10年ってすごいよね。おう、絶対に続編もやりたいって思ったゲームってあります？まあ、エンジェルビーツかな。1がそこそこ売れたんや、うん、で、これ6作出ますっていうことでめちゃくちゃ盛り上がって、で、アニメで描かれなかったキャラも全部描きますって盛り上がって、そう、ゲーム1作目いつやったっけ？2013とかちゃうかな。そうそう、結構前で、今がだから7年ぐらいはもう放置でしょ。この前に肥やされてたやつですね。そうそうそう、興味ありました、見てください。最近アカウント消されてちょっと、はい、悲しい。そうなんです、まあ、最初に紹介するのはまさにそれで、はい、ロックマンダッシュ。うわ、まだ今日も伸びひんわ。もう最近僕ね、カプコンの作品を取り扱うと全然再生されないんですけど、みんなロックマン嫌いなの？カプコンの呪いと言われてる、ま、でも今も根強いファンがいるのはロックマンですよね。いや、そうよ。そう、ロックマンダッシュ、ロックマンダッシュ2って知ってる？いや、知らへんな俺。エグゼの世代からな。そうやね、だからエグゼの前やもんね、ダッシュね、ちょっとね。あ、そうなんや。はい、プレステの1の時やから最近の子たちは知らないかもしれない。おう、幻となってしまったロックマンダッシュ3。ほう、続編やね、2のね。まあ、ロックマンってそもそも何かっていうと、カプコンが制作したロボットと人間が共存する世界を描いた、まあ、ゲーム作品な、まあ、結構シンプルなストーリーなんですけど。ターミネーターですね。まあ、ターミネーターじゃないんだけどな、うんうん、まあ、長そうだったもんねそう、まあ、ロックマン、まあ、主人公を操作して、うん、まあ、悪者と戦うゲームさ、はい、で横スクロールゲームの、まあ、アクション。そうですよね、うん、こうやってペペ、まあ、ペペペイってやる。全然横に見えてへんけど、はい、まあ、そういう、まあ、イメージが多いと思うんですけど、はい、先ほど紹介したロックマンダッシュはフリーランニング RPG って言われるジャンル知ってる？何それ、何それ、聞いたことないなっていう人もいると思うんですけども、オープンワールド RPG に近い感じって言ったら分かるかな。あー、ね、初期のテイルズみたいなのもね。そう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 、まあ、缶を蹴ってゴミ箱に入れるとか、はいはい、走ってる車に飛び乗るとか、街の人との交流によるサブイベントが発生するとか、あ、まあ、そういうタイプでちょっと今までにはなかったジャンルだったね。なるほどなるほど。そう、ロックマンシリーズでは珍しい 3D グラフィックなんでね、マリオ64みたいな感じ。おー、うん、今まさに僕がやってんねんけど。今、そう、今やってんの？そう、マリオの 3D マリオのやつ3部作出たやん。あれスイッチでやってるやつ。そんな暇あるんやなんで、あかんの？いや、全然、どうぞ。ロックマンダッシュ3は前作の続編としてかなり、まあ、期待されてた作品なんですよ。
ロックマンダッシュ3の制作がカプコンからちゃんと、ね、発表されてますからね、2010年に。あ、そうなんや。はい、ファンにとっては10年ぶりの、まあ、新作ということで、しかもユーザー参加企画としてダッシュ開発士というコミュニティを、まあ、公式がわざわざ作って、そこで新しいアイデアや企画を募ったりとかね。おー、すごい期待を煽るやん。好きなゲームに参加できるってすごくない？いや、すごいよ。ワクワクすんじゃん。まず2010年9月にロックマンシリーズのディレクションを担当していた稲船圭司さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その方がロックマンダッシュ3を制作中とちゃんと発表してます。そこでみんな、うおー、新作が出るやんって言って、まあ、盛り上がったわけですよね。言ったら2017年に新エヴァ制作中というツイートした、あの株式会社カラミのツイートみたいなもんです。おお、はいはいはい。そして1ヶ月後の2010年10月にユーザー参加型開発を行うことを発表。ところが2010年10月29日、全然時間経ってないんだよ。そうね、はい、稲船圭司さんがカプコンを退社することをブログで発表。あら、この時点でちょっと雲行き怪しくねと。まあ確かに。その後も開発室はそのまま稼働はするんですけど、うん、なんか大きな問題があったと。実はダッシュ3の開発承認が上から降りていなかった。これよくあるん？こんなこと。こういうなんか政治的なことあるよね、ゲーム会社で突然ね。さらに独自で動いていたこのプロジェクトは2011年の3月に試作品を遊んでもらう予定だった東日本大震災のため中止。あら、これはしょうがないんだけど、まあね、盛り上がりを見せたかのようなロックマンダッシュ3でしたが、2011年の7月には正式に開発停止が発表されます。ダッシュ開発室も閉鎖となり、ダッシュ3は幻の世に消えてしまいました。そうなんや。これめちゃめちゃ闇深い問題らしくって、そもそも過去作であるロックマンダッシュシリーズは売り上げが伸びてなかったんだよ、そもそも。へー、まあ、ダッシュ3を作る熱意はスタッフとか、まあ、ファンもあったんだけど、やっぱり会社的には売り上げがある程度保証されてるものを作りたいわけじゃん。そうそうね。まあ、今で言うところのさ、カプコンって言ったらモンハンとかさ、まあ、確実に売れるものしかもシリーズ化してないやんか。まあそうね。だからまあカプコン側がまあ乗り気じゃなかったんじゃないのっていうまあ意見もあります。はい、実際稲船圭司さんも、うん、売り上げなどを何も考えないなら一番作りたいゲームはロックマンダッシュ3と答えてます。まあ、これ難しい問題なんですよ ね。会社である以上売り上げを考えないといけないんでね。僕たちもね、なんかこれやりたいって思った企画ほど伸びなくてね。そうや、職人気質な感じで、まあ、作りたいものを作るか世に出て売れるものを作るかってまあ難しい問題ですねという。ちなみにね、ここはちょっと面白いんだけど、有志が集まってロックマンダッシュ3を自分たちで作ろうという再起動プロジェクトがちょっと立ち上がって、2014年に PC ダウンロード版の配信が開始されたそうです。ちゃんと配信までいったのすごいな。熱意がね、すごいよね。開発中止が決定したのは9年前なんですけども、公式からの続編が望まれてるみたいですと。これはぜひね、形にしてほしいよね。さっきターミネーターの話してたけどね、ファンもあの3の内容だったらもう納得できないっていうね。だから多分公式がちゃんと正当な続編としてニューフェイズやったかな。まあ、あと5年後ぐらいに出るよ、正当な続編は。俺本当あの時忙しく見に来たって言ったよね。俺仕事に無理で行った。どうやったの正直。ちゃうわって感じ。そうなんや、うん、じゃあちゃんと終わらせてほしいですよね。終わらせてほしい。続いてディズニーのせいで発売中止、権利問題ですか。ああ、そうそう、まさにもうその通りなんだけど、うん、これはちょっとね、闇深さのレベルがね、地下で言うとね、130-13回ぐらい。根深い。どういうこと、どういうこと。大の知ってる作品、スター・ウォーズです、はい、そう、僕めっちゃ好きなんです、スター・ウォーズね。スター・ウォーズの世界観って壮大なサーガがあるんで、合間合間にもすごい細かいキャラクターのスピンオフとか設定とかがあるから、映画全9部作では収まってないレベルなんですよ。なるほどね。だから保管するところでゲームだったりするわけ、それが、うん、で今回紹介するのはスター・ウォーズ1313って言うんですよ。はい、1313。そう、まさにこれ1313回を指すんですよね。しかも地下、スターウォーズの世界の銀河1丁目、惑星コルサント。わかるかな、コルサント。全然わからへんし、誰もわかってへんと。ジェダイ聖堂があるめちゃくちゃ都市、まあ日本で言ったら、まあ、東京みたいな惑星があるんですけど、惑星コルサントの1313回のことなんだけど、はい、あの世界って地下に行けば行くほど治安悪くなるんですよ。へえ、じゃあやばいや。そう、だから映画に出てくるような華やかなジェダイ聖堂があったりする、宇宙船が降り立ったりするようなところはもう5000階部分なんだ。めっちゃ治安いや。地下に行けば行くほど、もうジェダイの騎士が普段近づくこともないならず者の住処になってるんだよね。へえ、まあ、ひょんなことから1313階に降りることになった主人公を操り、善と悪の境目がない仕事を請け負っていくことになるという大人向けアドベンチャーということで、僕はめちゃくちゃ好きなんだけど、こういう設定が。映像を見てもらっても分かるように、これ2012年のクオリティなんかっていうほど、もうびっくりするぐらい綺麗。まあ、確かに綺麗ですね。すごいな。銃撃戦などを楽しめるアクションアドベンチャーゲームに、まあ、なる予定
だったのですが、開発元であるルーカスアーツをディズニーが買収したんだよ。なるほど。今スターウォーズシリーズってディズニーの作品じゃないですか。そうですね、はい、その後ルーカスアーツの全てのプロジェクトが休止になります。はい、しかもディズニーは買収した後にルーカスアーツの従業員を解雇、はい、解体させちゃいます。アメリカに存在してたスターウォーズ3030の商標登録も延長されないまま放棄ということで、8年経った今でも特に続報のアナウンスがないことから事実上の開発中止と今言えるんじゃないかと。切なぁ。そう、これはね僕めちゃくちゃ悲しいんですよね。まあだからバトルフロントとかね、スターウォーズはすごいいいゲームをその後出してるんだけど、ちょっとコルサントっていう場所がすごいいいんですよ。やっぱファンにとってはもう聖地みたいな。なるほどね。そう、だからここの物語をちょっと見たいなとは思うんですよね。なるほど。はい、続いて最後です。有名キャラでも幻に任天堂で封印されたゲームということで、はい、最後に紹介するのは任天堂の人気キャラです。マリオ。誰のマネ？なんかマリオってそんな感じじゃない？ママピリオ。ああ、で、何でしたっけ？任天堂は人気キャラ、人気ゲームを絶えず生み出すところですよね。うんうん、そんな任天堂でも封印されてしまった幻のゲームが存在します。ほう。立て続けに3本紹介しますね、はい、ポケモンの赤緑の続編は金銀じゃなかった。ほう、はい、家庭用ゲーム機任天堂64を皆さんはご存知でしょうか。こちらです。はい、はい、これはもう僕の青春ど真ん中のもうハードなんですけど、スーパーマリオ64のように3次元空間を自由に行き来できるようなゲームが多く売り出されましたね。はいはい。ゲームボーイでポケットモンスター赤緑が発売後、それの続編として発売予定だったのがポケットモンスター64。しかしゲーム画面追加情報が出ることなく、1998年初めにその予定が消滅。で名前だけ出てた状態よね。なるほどね。本当に全てが幻のまま消えてしまったゲームのようですということで、ポケモンはまあゲームとしてたくさん出てますし、売ればまあ大体ヒットしているすごいタイトルなんですけども、ね、なんでポケットモンスター64だけ発売中止になっちゃったのかなっていう。なんでなんですか。実は64は新しい周辺パーツをくっつけて、さらにデータ容量を増やして遊んでもらおうと、もしかして 64DD というパーツを作ろうとしてました。俺ら 64DD 最近えらい出てくるな。この前だって自分が選んだやつかぶったんだもん。そうやね。そう、それ発表してる時俺知ってるけど、なんかクスクス笑っちゃったもんね。突然この 64DD について言及しだしたな、このチャンネルは。うん、そうそう、まあ、こんな感じで64の下の本体の下につけるんですけども、はいはい、この 64DD になってから発売を考えソフトもまあたくさんあったそうで、はい、開発の遅れや64自体の売れ行きが良くなかったことから、もう発売が何度も延期になって消滅した。ポケットモンスター64もその中の一つと言われてるんだよね。ああ、なるほどね。64ではポケモンスタジアムとか、はい、ポケモンスナップなど別の人気ゲームがまあたくさん発売されていただけに、ね、どんな内容になっていたか本当に気になりますよね。まあポケモンコロシアムの前身って言われてるけどね。ほんま？合ってると思うけど。コロシアムやってたよね。はい。面白いのあれ。コロシアムめちゃくちゃおもろいよ。で、僕の前やったらめっちゃ不評やって。いや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 、分かってへん分かってへん。いや、あれは相手のその悪い奴らがおんねんけど、そいつらからポケモンを奪えるっていう、とんでもない仕様なのよ。でもやっぱ僕らはポケモンのガチコレクター勢だったんで、あんまバトルに特化したちょっとポケモンいまいちやん。いやー、あのシリアスなダークな感じのポケモンをやってるっていうのは、もう一回あれスイッチ出てほしいもんな。へえ。それぐらい本当に面白かったし、当時小学生やったからストーリーのラストボスとかも、うん、お前らみたいなことが結構起こり得る話なんですよ。なるほど、ね、でこれ2も出るんやけど、ダークルギアの最初のムービーのかっこよさにマジで震える。続き木曜日になってもらっていいですか。あ、はい、続いてスーパーマリオ64 2の存在みんな知ってた。まあ、1はね、僕も絶賛スイッチで遊んでますけども、知らない、知らない、嘘でしょ。こちらも 64DD での発売予定してたソフトの一つになって、スーパーマリオ64では、まあ、64での歴代売上3位を記録するビッグタイトルなんでね、その続編として開発が進められたわけですよ、うんうん、でプレイ動画だけでなく画面の写真も公開されずに、1999年頃にお蔵入りしてしまい日の目を浴びることはありませんでしたと。まあ、DD 売れへんかったからね。しかも2ではなんとルイージが登場する予定だったらしいんだよね、こうやって。まあ、多分ルイージマンションの前身やね。はちなみにこのルイージくんはスーパーマリオ 64DS に移植された際にプレイヤーとして遊べるようになりましたと。はい、ちゃんと出ますよ。で最後に登場するのはピンクの人気者コロコロカービィ2。コロコロカービィ、はい、やってたわ。やってたわ。そう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 ね、こうやって揺らしながらね、目的地にこう運んでくる。カービィはまあ分からない人いないですよね。もう吸い込んだものの性質をコピーし、そのコピーした能力を使ってまあ戦えることのできる生き物。まあ、キセ君みたいなもんね。いやいや、そうだ、コピーってそういうことだ。見た目な、
食べるでしょあれは一回。まあ食べても吸い込んで吐き出したら OK だから。吐き出したら OK。 ゲームボーイカラーで登場したコロコロカービィ、ゲームボーイを右に傾けるとカービィも右に転がる。そうそう、どういう仕組みってこれ思いますよね。確かに動きセンサーカートリッジを使った世界初の試みなんだって。当時衝撃を受けたのを僕覚えてますけど、めちゃコロコロしたよ。でコロコロカービィ2はゲームキューブとゲームボーイアドバンスをつなげることでさらに立体的にコロコロカービィを楽しめると宣伝されたんだよね。すごって思ったもん。2001年にはムービーも紹介されました。ところが2002年5月に開発中止を発表。その理由として、よく聞いてくださいね。ゲームキューブとゲームボーイアドバンスを連動する新たな試みだからいろんな人に遊んでほしい、キャラをカービィにして低年齢向けにするのはもったいないという謎の理由があったそうです。どういうこと？そう、聞いても意味わかんないよね。はい、そしてその後カービィ要素を取り除いたロールオラマというタイトルになりました。そんなあった？そう。でもねこれも結局開発が進まず発売中止になっちゃったんだって。ちなみにこれがその画面です。何これ？全然楽しそうじゃないっていう。さあお蔵入りにもなりますよね。そうやね。可愛いキャラだからこそやってみたい、カービィが転がってるのが可愛いからっていうのが売りじゃないのかと思うんですけどね。そうやな。はい、いかがでしたでしょうか。今日は幻になってしまったゲームを紹介しました。比較的みんなが興味あるゲームタイトルが多かったと思うんですけど、うん、調べたらまだまだ実はあるんですよ。そうだから高評価が今日1000以上いったらまた第2弾の幻となってしまったゲーム特集やりますので、今すぐ高評価とチャンネル登録だけして楽しみに待ってください。そしてチャンネル登録した方にお願いがあるんですけども、ベルマークをしてほしいんですよ。そう通知オンにして僕たちの、投稿を漏れなく見てもらえるようにしてほしいです。はい、それでは本日の鳥肌スコアは10やね。ん、まあ、10年で出るなら全然いいよなっていうことを思いますよね。出るだけな、まあ、鳥肌ポイントなんですけど、はい、ゲームじゃないんですけど、平成で1回も日本一にならなかった球団があるんですよね。はあ、阪神タイガースっていう球団なんですけど、これなんと1985年から1回も日本一になってないんで、来年こそお願いします。そうやな、まあリーグ優勝はしたけどな。いやそうやねんな、なんかあと一歩のところいつもなんか変な感じなんだよな。まああと一歩というか33対4かで負けてるから全然あと一歩でもないねんけど。一応クライマックスシリーズとかね、クライマックスシリーズから日本シリーズに行ったりとかもしてんけど、うん、勝ち切られへんな。呪われてるよね。でもソフトバンクとロッテには当たりたくないなっていう。はい、何の話してもらう、そういう感じでしたね。ということでね、まあ、幻でした。それではさよなら。だんだん伸びちゃって、それでもやっぱりしちゃって、アンチコー